俳優の上木隆之介30が主演を務める NHK 連続テレ小説乱漫、月土曜前8.00土曜は一週間ぶり返しは6月30日第65話が放送され女優の松坂慶子70がよしみしてきた主人公の祖母牧野滝が天に召し出た SNS 上には感謝や惜しむ声が相次ぎ タキサ、ロスが広がった。ドラマ前半を牽引した松坂。最後のシーンは、桜の開花時期に合わせてこう、で撮影しました。立派な桜がとても綺麗で、種、と4年半ぶりの朝ドラ出演を考え深げに、理解った。以下、ネタバレ言う朝ドラ通算108作目。日、植物学の父と称される、牧野富太郎をモデル。江戸末期から、昭和の激動の時代を生き抜き、 ルククサバナと向き合い続けた主人公、マキノマン、ローの人生を描く。脚本は NHK、流行官房、群情領域、旅、お帰りなども手掛けた注目の劇作家、超育江氏。新木の朝ドラ出演は2007年度前期、ドンド、例以来16年ぶりに作目。初主演となる。男性主人公、20年度前期、エール、 久保田正隆以来3年ぶり。第65話は、慶子浜辺南との終言の席。万太郎、上木隆之は、今後の牧野家の一切を、綾佐久間由衣と竹、子孫順に譲ると伝える。納得のいかない分家、豊次菅原大吉たちに、滝松坂慶子は、今まで態度を詫び、これからは互いに手を取り合い、意に励んでほしいと願う。後日、 万太郎や滝、地は山桜を見に、ご福祥、戦国屋へと、こう、という展開。滝、万太郎、わしの孫に生ま、てきてくれて、ありがとう。おまんは生まれた、から、そして、この先も、ずっと、わしの望みじゃ。太郎、おばあちゃん、育ててくれて、本当にありとうございました、戦国屋。万太郎は病気の矢、桜の若い枝を切り、継ぎ木。滝は、 楽しみ。矢野を。いつか、この桜が咲き誇るがか。万太郎、綾の子供が生まれる未来を想像し、また万、老が生まれた頃の過去もみえった。滝、さあ、帰ろうか。万太郎たちを笑顔で見つめた、貝の桜に見守られる滝。そして、滝はこの、お去りました。江戸から明治へ、峰屋の大黒柱、あった、滝の旅立ちは、一つの時代の終わり、告げるものでした。 語り、宮崎葵。松坂のドラ出演は18年度後期、満腹以来。酒蔵、峰屋、女で一つで切り盛りしてきた万太郎の祖母、薪野滝の厳格さと愛情深さを体現し、圧倒な存在感を示した。退場に当たり、同局を通じ、コメント。この日の大座敷のシーンで、滝が家に謝りました。お殿様が土佐を出ていくと、うような、 時代の移り変わりをだんだん感じいるのだけれども、この時は本家、文家とことていて悪かった。これからは上下の別なく互いに手を取って飽きないに励んでほしいと言うた。三の変貌っぷり。柔軟な気持ちや時代の子も理解して年を重ねていった滝さんも元、ですねと実会した。同じ回で万太郎にお礼をうところがあります。これは一貫した。 タキんの気持ちだったと思います。天寿を全うする、木に来てしまったけれど、かけがえのない孫、万太郎であり、そういう存在を得ることが出た。タキさんは幸せだと思います自身のラス。シーンは今年春、桜の開花時期に高知ロケ。立、な桜がとても綺麗でしたね。万太郎と一緒、見ていた桜は病気で治すことはできないけど、差し木。 継ぎ木をして残した桜がいつか咲き、誇るように、というセリフにもあったように、他、三の晩年が、孫の万太郎の成長ぶりを楽し、にしているという、当時の女性の一生を演じ、出たなと思いましたと、勘無量の様子。滝んは、ついにこの世を去りましたが、万太郎と寿、子、綾と武雄のそれぞれの夫婦が新たな時代、作っていきます。その様子を楽しみに、 今後も、不満を見ていただければ、嬉しいです、と、見かけた。